ラルフマイスターは、ドイツの福音主義教会の牧師で、2011年以降、ハノーファー福音ルター派教会監督。ラルフマイスターは、福音主義神学とユダヤ学を、ハンブルク大学とヘブライ大学で学んだ。学業終了後、彼は、ハンブルク大学において、学術助手になった。1990年から1992年まで、牧師法。 1992年に、ノルト・エルビエン福音ルター派協会牧師に、任職した。1992年以降、ラルフ・マイスターは、大学での研究グループ、都市のための協会の事務局長に就任した。1996年、彼は北ドイツ福音主義協会放送部局のキール、編成局において、レポーターとしての職務に就いた。数多くの評論によって、 彼は北ドイツ放送の聴取者たちに知られることになった。北ドイツ放送協会の放送地域は、ブレーメン、ハンブルク、メクレンブルクイコールフォアポンメルーン州、ニーダーザクセン州、シュレースビヒホルシュタイン州である。1999年以降、ラルフマイスターは、国際的エキュメニズム雑誌、クンストウントキルヘの編集にも加わった。2001年、ラルフマイスターは、 ニルス・ハッセルマンの後任として、ノルト・エルビエン副院、ルター派教会リューベック教区長の後継者になる、昌平を受けた。彼の指導家、この教区は、宗教会において、初めて教会共同体改革を導入し、重要な教区になった。加えて、彼は、リューベックにある古い都市協会の近代化に関する、七つの、党という広範囲な運動を起こした。 さらに重点活動事項として、都市の教会に関する選挙提案を行った。2001年、ラルフマイスターはドイツ公共放送連盟、ダスウェスタで放送されている、ダスワートツム・ソンタグのナレーターになった。これによって、ドイツ全土にわたる知名度を得た。2007年11月1日、ベルリン・ブランデンブルク・シュレージシェ・オーバーラウジッツ福音主義教会は、ラルフマイスターを ベルリン教区総畜長に選出した。ベルリン市とブランデンブルク州の一部を管轄するベルリン教区には14の地区があり、80万人の教会員が属している。2008年5月11日の政令降臨日、カイザービルヘルム記念教会の礼拝において、ラルフマイスターはマルティン・ミハイル・パッサウアーの公認として任職した。同時に、前任者。 マルティン・ミヒャイル・パッサウアーは引退した。2010年秋、ハノーファー・福音ルター派州協会監督選挙において、マイスターは監督候補者の一人になった。2010年11月24日に行われた監督選挙第一回投票で76票中39票を獲得した。監督になるためには3分の2以上の票が必要であった。対立候補。 ボルフガング・ゲルンは第1回投票後、監督選挙から撤退したため、マイスターは第2回投票時には唯一の候補者になった。第2回投票時に、マイスターは76票中64票を得て、当選に必要な3分の2以上の票数に届いた。彼は2011年3月26日、ハノーハーシ・マルクト協会で、ドイツ合同福音ルター派協会、 ヨハネス・フリードリッシュ主席監督の指式で、ハノーファンフクインルター派宗教会監督に任職した。ありがとうございます。